リッツパーティーに呼ばれたい沢口靖子。沢口靖子の代表作科捜研の女、ゴジラ VS ビオランテ、タンスニボン、ルバン。リッツパーティー、ゲン、ルバンパーティー。やってる最中に科捜研の用事で抜け出すの鍵になる。松田聖子が呼ばれてポッティオンザロックを持参というサプライズあるかな。科捜研の女のマリコさん。初期科捜研のマリコさんは仕事に熱心すぎて怖い。最近はだいぶ丸くなった印象。相棒、科捜研の女、総裁地下長。この辺りは永遠にやってほしい。もうそういう体になってしまった。この辺りは平成の水戸黄門枠スポンサーがつかなくなるまで伸び伸びと同じこと繰り返してほしい。不満があるとしたら、初期はとんでもが面白かったのに、なんであんなスタイリッシュにしちゃったんだろう。初期はいろいろ強烈。初期のシリーズはいろいろ強烈な空気を醸してた科捜研。初期のマリコさん息が良すぎて、初期のマリコは人としてはカスだから、大門未知子と同じタイプだった。でも可愛くて憎めないところがあった。マリコの別れの至り変とでも言うべきか。ただマリコさんは変わらない。昔のシーズンの見たけど、さすがに土門や風岡先生は若いけど、所長宇佐美さん、何よりマリコの今と変わらない感。マリコさんより風岡先生の方が綺麗になってきてる。土門さんはさすがに一気に老けた。俺にとっての科捜研の原点はやはりシーズンは。何か原点回帰で科学捜査のやり方を詳しく紹介していくとかじゃなく、初期の科捜研ってそんなドラマだったっけ。マリコが破天荒な感じだったイメージしかない。科捜研一兄の頃のコメディに戻してくれねえかな。沢口靖子ってあれだけのすごい美人で性格も良いのに現在も独身。ルバンパーティーで忙しいからな。かなってとか作らないといけないし、知り合いに美人で性格いい子いるけど恋愛一切興味なさそうなんだよね。一人でいるのが好きなんだと思う。単に一人で生きる方が都合の良いんだろうね。別に一人で寂しくないんやろ。世話する人が行ったりするし、美空ひばりもファンがお手伝いさんみたいなことしてたやろう。名取裕子もその部類なんやろね。科捜研の女で榊真理子を演じているうちに、離婚後結婚せず仕事に打ち込んでる榊真理子の気質が映ってきちゃったとかね。科捜研の女めっちゃ好きだから、沢口さんが演じ続けてくれてるのは嬉しいけど、でもあんな綺麗な人だから遺伝子が途切れちゃうのはもったいない気がする。中山秀が芸能界で一番美人なのがダントツ沢口靖子って言ってた。持ち直した。身を尽くしで主演の段階で重宝もの新人扱いだった。その後大河に出たり、音痴のバスガイド役で主演したりの後、パッとしない時期があって、タンスニゴンの CM で歯が抜けたお雛様の役を演じてた時はどうなることかと思ったけど、持ち直してよかった。この人の美貌は呪い。美人すぎて一般社会で生きていくのが危険すぎて、やむなく芸能界に入って事務所に守ってもらった。美人すぎるのも不幸だよね。何でもほどほどが一番いい。ロケやってるの見たことあるけど、ちっちゃくてめちゃくちゃ綺麗な人だよ。テレビで見るのと全然違う。完璧であるがゆえに完璧ではないということか。なんだか哲学的。超絶美人。東方の宝。手字は沢口靖子のことらしい。嘘。96、97年位のビジュアルは超絶美人と言っていいレベルだったが、画像とか見る限り劣化知らずと言っていいレベル。ふとした瞬間、広瀬すずみたいな表情するのも沢口さんの罪なところ。小顔な上にスタイルも抜群。若い頃とかマジで女神だったし、歌は蝶のつくど下手やったけど、ナチュラルでこんだけの美人ってやっぱほんまもんや。本物は人間とは思えない美しさなんだよな。美人すぎて息が止まりそうな感じ。斉藤由貴も沢口靖子は別格だと言ってるからな。斉藤由貴も50代なのに美人だけど、私生活とか性格とかマジで謎の大物女優。科捜研の女とルバンパーティーを開いてる人ってぐらいしか知らん。主演なんてのは花があればええ。あの年で大根ってどういうことやねんの声も多いが、主演なんてのは花があればええね。ドラマっていうほど演技力求められない。特に刑事ドラマ、長く続くドラマ、特に刑事物の主演は棒の方が飽きられないらしい。松本清張の疑惑の悪女役はクソほどうまかった思い出。あんまりやらないけど悪い役の方が映える。相棒、タス、特捜級、タス、総裁地下長、タス、科
科捜研の女のテレ朝刑事ドラマアベンジャーズをやってほしい。科捜研の女の不思議拡大鮮明化してからのクソアラ映像が超高画質に、こんな技術本当にあるんか。要は波を分解して必要なやつだけ取り出す感じ。まあ沢口靖子の味のある演技と比べたら些細なこと、それより土門さんが不死身なことの方が異常だよ。それよりやっぱりツパーティーに呼ばれたい。ご視聴ありがとうございました。